はい、私どもが、経営者の方からですね、まあ、60歳以上の経営者の方から、ご相談を受ける内容としましては、老齢厚生年金のカットの問題が、多いです。報酬との調整の問題ですね。で、いろいろ相談を受けて、回答を差し上げている中でですね、そもそもですね、この経営者の方の年金ですね、について大変多くの方が誤解をされているということに気づきまして、これは本当に驚いております。で、一番多い誤解がですね、報酬が高いためカットされている年金は後から遡ってもらえるという誤解なんですけれどもね、これについては何度も情報提供はしているんですけれども、毎月毎月多くの経営者の方から、ご相談いただく中で、今でも毎月かなりの方が誤解をされています。この誤解のですね、バリエーションは大きく分けて3つあります。報酬が高いためカットされている年金は65歳になったら遡ってもらえる。1つ目はこういう誤解ですね。2つ目はですね、似てるんですけどもね、報酬が高いためカットされている年金は70歳になったら遡ってもらえる。で、3つ目はですね、報酬が高いためカットされている年金は役員を退任したら遡ってもらえると。これらの3つの誤解が大変多いんですけどもね、これら3つとも3つとも完全に間違っておりますので、十分ご注意をいただきたいと思います。